してる時の一日のルーティーンを教えてほしいって言われてて、はい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 、最近やったやつはね、うん、ルーティーン再現できるっちゃできるんだけど、もう15年前のやつは結構きついので、はい、学校ももう行ってないし、はいはい、なので今から当時のルーティーンを先生とちょっと振り返ってもらって、はい、参考にしてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、結構一日どのくらい勉強したんですかって聞かれるんですけど、うん、もうこれは数日先に言うと1日15時間やってたので、壮太塾に入るだけで爆飲みするっていうことはなくて、そりゃ そうなんだけどそういう人が続出しているようなんだけど、やっぱり家での勉強もすごい重要なので、はい、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。はい、覚えてる先生。何を？当時のこと。当時のこと覚えてる。でもさ、最初かどうだったかと後半どうだったかってまた別じゃない？そうなの。だからまず最初に塾に初めて行った時、はい、私塾に入る気さらさらなかったじゃないですか、はい、塾なんで行ったかっていうと、学年1個下かなの弟がいて、この子がちょうど野球を無理やりやらされすぎて野球が嫌になってきちゃって、ほんでグレ始めた時があったの、うん、その時ちょうど私氷だったの、はい、でうちのお母さんが弟のために坪田先生の塾のパンフレットを持ってきてて、うん、ね、これ行ってみないってうちの弟にすごい言ってたの、うん、でうちの弟が死んでも行かねえって言ったんで、でスライドして私に来たわけ。それ代わりにいてあげてくんない、面談の日取っちゃったんだけどって言われて先生に出会ったんだよね。そうね。初めての時さ、私どんな格好してたか覚えてます？いやだから金髪でしたよ当時。まあそう、夏休みだったんで、ね、めちゃくちゃ短いスカートだったから、うん、なんかピアスとかも、うん、大きくてね、低くて耳たぶちぎれそうなんだよね。いや、ほんとに。で、グーンってこうまつげのひじきみたいな、ね、時間がかかるつくのに。なので、最初に塾に行った時、はい、私は高校2年の夏休みだったんだけど、だ弟の代わりに行って、はい、で、先生と出会って、あ、この大人いけてんじゃんみたいな感じで、はい、私が大人に全員に絶望していた時期だったんで、結構、まあ、この人だったらなんか一緒になんかやりたいなと思って、まあ、私は入る気さらさらなかった塾に入る決意をしたわけですよ、この時に。あの、じゃあ慶応どうって言われて、あ、じゃあ慶応行くわみたいになって、先生がじゃあ毎日明日から来いって言ったんだけど、うん、いやいや毎日無理無理無理みたいな感じでいやいや、だってスケジュール帳ビシビシだもんって見せたんだよね。あ、そうそうそう、キラキラの手帳ね。そう、なんか青いカバーのなんか、ね、中がキラキラでプリクラとかラメみたいなのがそうそうそう、ベタベタ貼ってあってそう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 、まあ、それを正直読むことすら難しかったそうそうそう、じゃあ日本語かっていうのしか書いてないからね難しい日本語だね、あのギャル語ね。そう、だからそれを見せて、ちょっとこう女に予定は入ってるから無理だよっていうことを伝えて、まあ、来れる日だけでいいかな、じゃあ来ようかって、で週3ぐらいから始めたんだよね。夏休み、私の坪田先生と一緒に過ごすって言ったらあれだけど、遊びながら塾に通いながら受験勉強を始めたんだけども、とね、確か夏期講習って何時からした？は1時13時から夏期講習じゃん。最初ね、多分ね、3時間くらい。そう、最初は3時間だよね。うん、16時ね。これ塾ね。で、なんかもう最初は勉強してるっていうよりもたわいのない話をしながら、先生に引き出されてる感じ。まあまあまあ、最初はね、そうですね、うん、で、小学校のドリルとかやってたね。やってた、やってた、うん、しかもね、その小学校のドリルもね、やっぱ一応プライドもあるだろうから、うん、小学4年生のドリルみたいなのの小4っていうところを、うん、小4って思わないようにしてた。え、そういう私は気づいてた。気づいてなかった。え、最初ね、なんだと思ってたの私。いや、わかんない、だからそういうもんなんだろうなんと思って、こう簡単簡単みたいな感じで言ってた。え、すごくない？気づかないもん。気づかないようにスタートして。可愛くない？気づかない小学校どれでやってたんだね。そう、でも先生のこう手のひらで転がされて、私は一生懸命小学校のドリルをやってました。で、こっから名古屋の栄に繰り出すわけですね。ああ、面白い。栄に行くわけです。で、ここでプリクラ撮るでしょ、こっから栄ね。腹立つ。で、大体並んだりなんなりして1時間くらいかかるね。で、その後、栄のオアシスでずっと食べる。オアシスっていうのは、まあ、東京でいうと宮下公園みたいな感じだね。そうね、そうね、あの芝生があってね。そうそう、人がたくさん集まる、まあ、公園みたいな、おしゃれなね。ここで鬼ごっことしたからね。み
みんなで芝生で喋って、でいろんな学校のことから集まって、はい、やってましたね。それ何時ぐらいまで？まあでも遅い時はもう9時とか8時とかまで行ってたんだけども、こんなの行っていいかな。どういうこと？こんなに言っていいかなって。いや、みんなだってさやかちゃん全然勉強しないで。いや、初期だから。ここ初期でもこの後ちょっと変化が出てくるんですね、うん、オアシスでだべったり、スタバがちょっと当時お金なくていけなかったから、マックで100円でお茶してたりとかしてましたね。で、この辺から、まあ、カラオケ行くよね。で、ちょっとあんまり大きな声で言えないんですけど、朝まで行きます。行くんですよ。いや、そもそもなんだけど、でもこれが、ここが普通やっぱ0時やんか。そうね。ここが13時な時点でおかしいの。え？だから多分今さ、あれか。そこなくなっちゃったよ。こっち行くけど、こっから2個かかんないといけないから。カラオケ行って、朝まで行きます。オール。うん、5時。で、1回家帰ってシャワー浴びたりなんなりしてちょっと寝るか、もしくは、まあ、友達ん家とかでちょっと寝てそのまま塾行ってましたね。あ、そういう感じだった。そうよ。へえ。ただちょっと言及したいのが、私じゃ塾の予習どこでしてたの？カラオケでここでやってます。映画の通りじゃないですか。そうなんです。だいたい3時間2時ぐらいにだんだん みんな寝始めるんですよ、カラオケもらって。で、ここからやってました、私予習を2時ぐらい。で、まあ、最初はね、これなんでやってんの。ちょっとみんなが寝静まった後にちょっと照明を明るくさせてもらってやってましたね。だから、まあ、初期はこんな状態ね。こんなん言っていいかな、みんな遊んじゃわないかな。いや、そういう意味で言うと高2の夏、まあ、全然勉強してなかったところから、うん、5時間ぐらいやるようになったってことだよね。そうだね、大きな進歩だよ。それはすごいことだよね。そうだよ。じゃあ消します。高2の夏休み、うん、これ高2の夏休みの本当に初期、うん、でもだんだん身が入ってくるわけですよ。そうね。これ参考になるかな。いや、なると。高3に上がる頃ぐらいには私はもうベッドでは寝てないの。ベッドで寝るといっぱい寝ちゃうでしょ、うん、なのでまずですね、じゃあ朝から行くね。だいたい朝みんな起きるじゃん、うん、で学校行くじゃん。もう私は寝ないの、ここずっと。学校始まりましたね、学校行くじゃん、こんぐらいまで行くじゃん。で、学校にいるときに寝ます。はいはいはい、そうでしたね。で、申し訳ない、学校先生には申し訳ないんだけど、4コマ必ず寝る。4コマ睡眠。4コマ睡眠で、学校終わってそのまま塾に行きます。だから塾10時まで、ここまではもう勉強したり坪田先生と喋ったり、うん、で、塾終わって家帰って、まあ、10時半ぐらいで、ご飯食べたりお風呂歯磨きしてずっと勉強。なので学校行く7時、まあ、7時間ここでできますよね。12時から7時までってことですね。そう、はい、正直ここが一番集中してできた私は。チュンチュン、あ、お外みたいな感じ、もうゾーンに入ってる状態ね。で、塾なので、まあ、大体ここでも5時間ぐらいやってるから、4時には行ってるもんね。6時間、ね、だから6、7、13時。あれ？あ、違う、この4コマ睡眠の後にやってる。あの6コマなんで、普通。あ、そういうことね。で、2時間塾の予習をしてました。あぶねえ。あれ足りねえってそう、なのでこれでまあ大体15時間平日から勉強してる感じになってました。これが私のルーティン。すごい、まあ、すごい分かんないけど、これが一番正直効率的だったなって今でも思いますね。で、学校は少なくとも私のクラス、私のレベルのクラスは、うん、特進コースみたいなのがあるじゃん、はいはい、特進コースみたいなのは他にあるわけですよ。で、特進コースは特進コース用の先生がもちろんいて、私なんか習ったことないような先生がいて、まあ、全体の3割ぐらい、3クラスぐらいしかないから、だからどんな授業やってるか知らないんだけど、私のは、私のクラス、7クラス分があったんだけど、同じレベルのクラスが、その子たちはもう上の大学に内部進学校、そう、内部進学なんちゃらだったんで、あの学校の先生も慶応に入れたことがあまりないわけですよ。だから正直学校のカリキュラムが慶応の受験にはまあフィットしてなかったっていうのが、まあ私もだんだん分かってくるので、これあんまり正直意味ねえなっていうのと、
あとは、まあ、いらない教科も正直あったので、ちょっとそこを睡眠時間にさせてもらってたっていうのが、あの、私のスタイルだったけど、でもできれば全部の授業受けた方がいいんだよ、ちゃんと。だけど私大人になってきたね。受けた方がいいんだよ、全部大事だからね、本当に理科も社会も全部。そうなんかね、俺そこもよくわからなくなってきたけどね、最近。あのね、これはね、まあ、別の話、会で話すけどね、意味ないものも正直あると思う。あると思うんだが、でもあの YouTuber とか見ててもさ、あ、そうやって教えてくれたったらやったかもなっていうのがやっぱりあるじゃん。だから、もう先生次第っちゃ先生次第かもしれない。だけど、もう先生にそこまでね、求めるのも酷だなとも思うし。なので、まあ、ルーティンで言うとこんな感じ。私はもう家と塾で一睡もせずに、学校で4コマ寝て、1日4時間睡眠で、15時間勉強してました。あの、別に私はこうだったからといってみんなこうするべきではないと思うんだけど、いつも言うその自分の位置、自分の今の学力と、まあ、志望校のレベルとこの空き具合でやっぱりかけなきゃいけない労力とか変わると思うんだけど、先生どう思う？まあでも当たり前の話でさ、 42.195 キロを走るときに 42.195 キロ走らないといけないんですよ。もう小中とか高2までの間で40キロ走ってる子もいるのよ。そうなのよ、私はだから全然走ってなかった。そうなんですよ。そうなのだから、うん、42.195 キロ死ぬ気で走って、それでもまあ間に合うか間に合わないか分かんないぐらいの感じだったわけじゃないですか。はい、ギリよ。そう、うん、だけど当たり前だけど 42.195 キロ走ったっていうことがすごく重要で、うんうん、なんていうのかな、効率的な勉強法とかなんかすごいいい塾とか行ったらそれが5キロになるじゃないんだよね。そうだね、そうなのよ。そんな甘くないのよ。そう、 42.195 キロ走らなくちゃいけなくて、実はそれなりにちゃんと勉強してる人たちはもう30キロぐらい走ってるんだよっていう。そうなのよ。で、あなたじゃあそこは走ってないんだったら当たり前だけど、みんなはその30キロからのスタートであと12キロなわけで。そうなのよ。あなた42キロ走らないといけないんだから、他の人への3倍以上勉強しないと間に合うわけないじゃんねっていう、はい、これとかも俺何回もさやかちゃんに言ってると思うんですよね。そうなんです。高卒受験中、だからもう私の例は今までずっと走ってこなかって、うん、もうすごい短期間でめちゃめちゃ走んなきゃいけなかった人の例。そう、だからみんながみんなこれをやらなきゃいけないわけではないんだけども、どっちみち同じ距離を走らなきゃいけないよっていうこと。そう、で逆に多分小学2年生からの復習しないといけない人は多分50キロ走らないといけないわけだし、うん、そうね、これ以上に。そう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 、そうだよね、当然だよね。私よりやってなかった人とかね。そこをね、履き違えちゃダメですね。そうだね、だからなんかやっぱり受験って魔法みたいなのないから、正しいやり方を知るっていうことは大事だと思うけど、うん、なんか魔法みたいなことはないし、すんごい近道できるかってやるとやっぱりある程度努力あってのことなので、うん、まあこれを全く一緒にしろっていうわけじゃないけれども、でも私は実際これぐらいマジで血の虹も思いで勉強して慶応行けたよっていうのは伝わるといいなと思います。はい、はい、伝わった、これ。いや、伝わったんじゃないですか。なんか分かりやすい。本当？ちゃんと見えてる？そもそも。ギリ見えてる。この辺切れてたけど。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。見て、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。待ってるよ、バイバイ。でも、本題入ってる。そうですね。はい、私、可愛い。何その口先女みたいな。今怒ってる。怒ってる。私可愛い。